適切発言により芸能活動休止に追い込まれたタレントの北野誠さんですが、問題発言の内容については朝日放送所属事務所ともに説明を拒んでいる模様です。ネット上では大手芸能プロの圧力か、または某宗教団体の信者の悪口かなど、さまざまな憶測が飛び交っていますが、真相は明らかになっていないとのことです。はい、マツコさんに伺います。北野さんですが、活動休止までに追い込んだこの問題発言なんですが、一体どんなことを言ったんでしょうかね。どんなことを言ったって質問されて、宗教団体や大手芸能プロの予想をここでしてしまうと、私たちも押されてしまうと。ノーコメントで。そうですね。そういかないとちょっと ね、なかなか難しいんですよね。はい、次に参ります。はい、はい、第1位はこちらです。